ありがとうね。よし。帰るわ。いろいろ見てってください。
おい囚人。もう終わりか？なんだ。時間です、囚人。いらっしゃい。いらっしゃいませ。ん？よし。よし。どうした？
うん。ありがとうございます。さあ、それでは。またお越しください。さすがだぜ。よし、帰るとするか。おう、帰ったか。どうする？気に入ってくれた？あのさ、なんだかいつもと違う感じだ。そういうのも悪くない。よし、楽しかったよ。じゃあまた。やれやれ。お？よし。今日の箇所は答えてください。いいえ。
先輩、お話ししたいことがあって。お昼ご一緒させてもらえませんか？ありがとうございます。じゃあ屋上で。寒くなってきましたね。すみません、人前だと話しにくいことなので。先輩はまだか、最近怪盗団についていい噂を聞かないです。あれだけ応援してたくせに。先輩たちのこと何も知らないくせに。今は怪盗団を悪く言う人ばかりじゃないですか。怪盗団に入らなかった私が言うことじゃないですけど、こんな手のひら返しあんまりです。私がされたことと一緒ですよ。それでもですか、先輩は。やること、そうなんですね。まあな。けど心配すんな。我が輩率いる怪盗団が負けるなんてことは万に一つもない。わかりました。なら止めません。ただ一つだけ約束をしてもらえませんか？やるべきことが全部終わったら一緒にどこかへ出かけてほしいんです。はい、私もです。今から楽しみにしてます。だから必ず無事でいてくださいね。あ、体さばきを教えるって約束、あれは引き続き協力しますから。明日はちょっと急ですよね。明後日とかはどうです？おい、明後日は。そうなんですね。まだ食べてないのに。ほら、先輩も食べないと。腹が減っては戦はできるですよ。
ありがとう。ありがとう。そうだ。
よし。やあ、おはよう。突然で悪いけど、今日のお昼時間もらえないかな。よかった。最後にちょっと話したいことがあってね。僕のカウンセラーとしての赴任期間も寂しくなるよ。朝礼でお別れの挨拶はするけど、それとは別で君と話したいんだ。せっかくだし、お昼は僕が用意しておくよ。とっておきのやつだから楽しみにしてて。それじゃあ後で。マルキ先生行っちゃうんだ。もう半年か。早いよな。マルキ先生から一言をいただきたいと思います。では先生、お願い。おはようございます。教頭先生からお話しいただいたように、本日で僕の任期は終わりです。この半年間、カウンセラーとして様々な悩みに触れてきました。恋の悩みから勉強関係、僕と同じお金の悩みの人もいましたね。そんなみんなに僕から最後のカウンセリングです。辛かったら逃げてください。目の前にある理不尽な現実が全てだって思わないでほしい。要するに悩みがあっても思い詰めすぎない方がいいってことです。せっかく生まれてきたんだ。どうせなら毎日幸せに過ごす方がいい。そんなみんなの幸せを僕はこれからも応援しています。たいかないね。以上です。半年間ありがとうございました。元気でね。マルキ先生、お礼をしようと思ったけれど、少し時間を置いた方が良さそうね。たちが入れる隙なさそうだしね。来てもらって悪いね。囚人で食べる最後のお昼ってことで、最高のご飯を用意したよ。この天丼、こっち勤務になってからずっと気になってたお店のなんだ。お値段的に見送ってたけど、今日は特別。しかも上天丼だ。うん、早速食べよう。
おお、食欲をそそられるね。何も見えないけど。奮発してよかった。やっぱり高いものはうまいよ。この幸福感にずっと浸っていたいね。さて、食事も済んだし本題に入ろっか。まずは報告から。論文完成したよ。前にも言ったけど、君のおかげだよ。本当、君との経験や君の言葉がなかったらこの論文は完成していなかった。改めてお礼を言わせてほしい。囚人の生徒としての君と怪盗としての君にもね。否定はしないんだね。そこに置いてある論文のタイトル見てくれるかい？実は怪盗団による改心行為は認知科学に通じるものがあってさ、世間一般に認知されている現実とは別に存在する対象者個人の現実に侵入して、その世界に対して何らかのアクセスを行うことで対象者の認知に変更を加える手法。それが君たちの行っている改心なんじゃないかと思ってるんだよ。認知科学については心血を注いでずっと研究してきたからね。もう少し白状すると、今年の4月、ちょうどこの学校の校長に呼ばれカウンセリングについての話をしに来た時のことだけど、実は僕、君たちがさっき言った個人の現実から出てくる瞬間を目撃してしまったんだよ。囚人学園の路地裏に君たちが突然現れてね。彼女ひどくぐったりしてたようだったけど。ありがとう。そしてその後に起きた鴨志田先生の改心だ。おまけに君たちは鴨志田先生と深い因縁があったと聞いてね。その時点で半ば確信したよ。鴨志田先生の改心は君たちによって行われたものだろうってね。僕は学生時代からずっと認知科学の研究を続けてきた。個人の認知に干渉することで苦痛や絶望に苛まれた人たちの心を救うことを試みてたんだ。でも訳あってその研究が認められることはなかった。僕は研究を諦められないまま自分の仮説の正しさを立証する方法を追い求め続けてた。そんな中でちょうど出会ったのが君たち心の怪盗団だったってわけさ。心が踊ったよ。君たちさえいれば僕の研究を完成させることができるかもしれない。そう思って僕は君たちに近づいたんだ。今まで黙っていたのは変に警戒されないようにって思ったからかな。これで全部かな。僕を軽蔑するかい？取引か。そう言ってくれるとありがたいよ。ちなみに僕としてもこのことは誰にも言うつもりはないから。信じられないようなら今ここで僕を改心してくれても構わないけど。君のおかげで僕はようやく自分のなすべきことが分かった。今ある現実に抗う。この研究でもっと世の中を良くしてみせるよ。怪盗団の言う世直しとは少し種類が違うものかもしれないけどね。君はいつだってまっすぐで自分の中の正義を見失わない。
そんな君と出会えて本当に良かったと思ってる。今生の別れってわけじゃないけど、今まで本当にありがとう。我は汝、汝は我、汝ここに契りを血盟の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ汝、古文館の究極なる秘王に目覚めたり。無尽の力を汝に与えん。僕は僕の信じた道を行く。いつかはこの道の先で君の助けになれる時が来るといいな。たとえ望まれてないおせっかいだとしてもね。おっと、時間切れみたいだ。またどこかで会えるよね。だね。あのさ、いや、お互い頑張ろう。またね。マスターが貸し切りだって。コーヒーとかもおかわり自由だよ。って普段からガラガラじゃね。そうだぞ。隠れ家的名店ってことにしておこうよ。予告状どこに出すって話だよね。でもこれだけ騒がれてるといたずらって思われない？僕がサエさんのデスクの上に置くのは顔パスで行けるし。やめた方がいいぜ。お前しか入れないルートじゃ足がつく。私がやるよ。家に届いたってことにする。確実で一番リスクが低い方法。何を聞かれても知らないで押し切るから。それじゃ誠が。どうするリーダー、誠に任せてみる？それしかないのかな。大丈夫だよ。危ない橋なら嫌ってほど渡ってきたんだし。じゃあお願いするよ。引き受けてくれてありがとう。その分僕も頑張らなきゃな。じゃあ侵入場所は裁判所の前で、集合時間は18時でいいな。了解。いつも通りね。じゃあ明日に備えて解散。よし。
とにかく。功を競う者たちへの妬みそねみに我を忘れ、出世欲に取りつかれたる嫉妬の罪人新島さえ殿、出世のため不正義すら正義と唱える不実、心の怪盗団より。ポストに入ってて本当によこすとはね。罪人でもない私を改心バカにして、都合の悪い人間を消したいだけのくせに。いいわ、先にこっちが捕まえてみせる。怪盗団捕まえたらお姉ちゃんが取り調べするんだよね、地下のなんとか室で。どうして？ううん、前にそんなこと言ってたから。ええ、そうよ、地下の特別尋問室で。時間は限られてるけど絶対吐かせてやるわ。正々堂々行きましょう。そろそろ戻るから。こんな時間だけど部長に連絡した方がいいよね。この仕事が片付いたらちょっと落ち着くと思うの。そしたら二人で温泉でも行こうか。お姉ちゃん、私ね、お姉ちゃんの味方だよ。誰にも手出しさせないから変な子。電話。じゃあ私部屋行ってるね。夜分恐れ入ります。新島です。お耳に入れておきたいことが。怪盗団からの予告状です。私宛て。待機？しかも捜査の指揮権を別の者にって。あ、いえ、そのようなことは。はい、承知しました。指示があるまで待機を。はい、失礼します。よーし、both face and mind, all free for you to draw.
How to see me? Just a cage of bones. There's nothing inside. Will it always be burning down the walls? Is there a way for me to さて、失敗は許されないぞ。今回は特にな。明日は大仕事だ。気合い入れていこうぜ。予告状の方は？お姉ちゃんに見せたわ。私がこの手で、目の前で。まこと、気持ちはわかるが、下を向いてはいられないぞ。ああ、はっきり言って今回しくじったら俺たちは終わりだ。居場所なくなるどころじゃねえ、命だって取られかねねえ。大丈夫よ、私だってお姉ちゃんのこと絶対救いたいから。どいつも覚悟は決まったな。うん、終わりよければ全てよしだよ。今までいろいろあったが、気づけばすっかり頼もしいチームに育ったな。よし、ちょうか、怪盗団のラストゲームだ。
出発の合図を頼むぜ。Yeah.
みたい。よし、今度はどんな勝負です？何出してきても勝ちますけどね。私を追い詰めてるなどと考えているのなら、それは大きな誤り。ここなら思う存分暴れられるから案内してあげただけのこと。お姉ちゃん。お父さんが殉職した時、犯人を心底憎んだわ。正義の殉職って言えばヴィランだけどね、残された方はたまんないわよ。私がどれだけ苦労したと思ってるの。僕の買いかぶりすぎでしたかね。もっと高尚な言い分だと思ってましたけど。まさに暴走。こんなの間違ってる。正義は悪に屈してはならない。私は勝たなければならないの。ただの独りよがりだ。どちらが正しいかは戦って決めればいい。ただ力をぶつけ合うなんてこの場にふさわしくないわ。何をしてくる気だ。もう恋は関係ねえ。ルールなんざ付き合うかよ。いいえ、あなたたちは従うしかない。すぐに理解することになるわ。今のは来なさい。救うんだろ。最大限に注意してかかれよ。正々堂々行きましょう。よし、行くぞ。もちろん暴力行為は禁止よ。だから今さらルールなんて従うわけないだろ。構わないわよ。そういう人にはペナルティを受けてもらうだけだもの。ルーレットしないとペナルティらしいけど、どうする？まだやれる。あなたにはボールがどのポケットに落ちるか予想してもらう。さあ、一度目の勝負の時間よ。どっ十中八九イカ様だろうが、奴にそれを言っても聞き入れないだろう。ここは素直に従って、まずはイカ様の証拠をつかむことにしないか。僕もそう思うよ。
さあどうかけるの？しまったか。なら観察を続けて見抜いてやろうぜ。必ずおかしなところがあるはずだ。正々堂々行きましょう。スクリーンの映像が変わってる。毎回賭けの対象は変わるってことだな。やってやる。くらえ。あら、なら、ルール違反には罰を。ジョーカー、大丈夫か？これがルールを守れない者にはジョーカー、ゲライドベビーないよ。注意しろ。ここはペルソナでやるわ。ペルソナおーりゃ。ありがとうね。ありがとうね。さあベッドの時間よ。さあどうかけるの？やはり負けたか。本当か？どういうイカ様だ。なるほどな。確かにボールが一瞬浮いたような動きをしていた。なめた真似を。なら言い逃れできないようイカ様の瞬間を抑えてやれ。ガラスで蓋をされたらポケットを狙撃するんだ。誰に狙撃させるか指示出しを頼んだ。お姉ちゃんを止めましょう。この銃でもなるべく近づけば。よし、実行する。正々堂々行きましょう。車が狙撃地点に到着。あとは次のルーレットを待つだけだな。さあベッドの時間よ。さあどうかけるの？
が当たるといいわね。向こうの
ただいていく。セルソナ、私の正義は失くれー。凍結覚醒の攻撃をするつもりだな。油断するなよ。強い上に耐性持ちね。氷結は厳禁よ。ペルソナ！そう！
嘘だ！ガルーダ！よし！ペルソナ！これで！ペルソナ！
ージ。ガチだかんね。これだ。ここはペルソナで。勝てばいいのよ。勝ちさえすれば。
お姉ちゃん。死ね死ね死ね。よし。ペルソナ。はい。ここはペルソナで。ペルソナ。おびゃ。うん、ありがとう。ありがとうね。勝てばいいのよ。
力が湧いてくる。新技だ、見とけよ。おい、俺のペルソナに新たな力が。ペルソナが新技を覚えたみたい。見て見て、新技だよ。どうだい、すごいスキルだろ。シャドウにそこまで。黙って。すまない。俺らお宝探してくるわ。まこと、法で裁けない悪を明るみに出して断罪すること、それは間違ってないと思う。怪盗団だって。でも手柄のために強引な捜査をしたり、真実をねじ曲げようとしたり。ねえ、検事になるって決めた時の気持ち思い出して。それがお姉ちゃんの正義でしょ。私の正義、思い出して昔のお姉ちゃんを。私は新島さんもお父様もそう。何がきっかけで変わっちゃうの。確かに欲望が原因といっても、歪んで偏った思考に陥るなんて、本人の知らない原因でもあるのか。あったぞ。これで捜査が正しく動く。君たちの容疑も晴れるだろう。君との取引、いい経験になったよ。探偵の僕がまさか怪盗なんてね。まさか君も僕もこれっきりさ。そういう約束のはずだよ。忘れてないよね。長居は無用だぜ。平気か。大丈夫、行こう。あ、敵の反応、いつの間に外に集まってきてる。マジか。どうなってやがる。なんて数だ。やばくない。主も倒してお宝まで取ったのに、シャドウたちのざわつきが収まらない。どうなってる。何か起きてんのか。まだ来る。放っておくと危険だ。ん、とにかく動くぞ。すぐに黒服がなだれ込んでくる。囲まれたら終わりだ。この人数で固まってたらすぐ見つかっちゃう。分かれて逃げないと。でも、そうなるとおとり役が必要に。ダメ、危険すぎる。ジョーカー？あなたまさか一人でおとりをやる気？よせよ、クイーン。こいつ無口だけど、一度言ったら聞かねえんだ。死なねえだろ、お前なら。無茶しないでね。帰ってこなかったら許さない。我が輩との取引の途中だからな。さっきより集まってきてる。まさに後ろ髪引かれる思い。急いだ方が良さそうだ。また後で。
誰かいるぞ。しまった
これだな。聞くだろ。手っ取り早くこれ。これだ。やんぞ。どうした？ビビってんのか？いただいていく。聞くだろ。それ。やんぞ。甘いな。ペルソナ。汝の運命はもうすぐ定まる。最後までよく思い出してみるがいい。汝が築いてきた仲間との絆を、汝の運命がこの先もまだ続くのだ。よし、総員が来る前にそこから離れて。よし、難なく倒したようだな。まだか、注意しろ。こちらは問題なし。どこにいるんだ。さあ、どこ行けんだ。侵入者確認できる。なの？ようやくお別れできます。ジョーカー、そいつ妙な反応の正体。仮を作ったままの自分とは今日でお別れです。行きますよ先輩。敵反応減ってるけど、あいつは。一緒に戦うの久しぶりですね。今度は私が先輩を助ける番です。
ちましょう。ペルソナ！これで全部。なんかもうよくわかんないけど、無事ってことでいいんだな。ってまずい、そっちに追ってきてる。すぐ逃げて。行ってください。その方が見つかりにくいですし。回答としてまだやることがあるんですよね。なら止めません。回答団じゃない私が口出しできることじゃありませんから。けど前に言った約束忘れないでくださいね。てかジョーカー早く逃げて。よし行くぞ。じゃない。見つけて殺せ。どうしたの？そこが出口のはずだよ。これは。そういうことか。あの騒ぎじゃ下の階はほら全部塞がってるわね。ねえ、行ける？あそこだ。逃げ場はないぞ。じゃあな。かっこいいのにしてくれるね。無茶なんだから、ダック。とはな、恨むなら仲間を恨め。お前は売られたんだ。容疑者現任、現行犯逮捕。薬が効きすぎたか。起こせ。寝るな。まだわからないのか。無駄なんだよ。
素直になれ。それともお注射もう一本行くか。あ、カメラが気になるか。まさか可視化法だのに期待してるのか。そこまでバカじゃないか。おかげで我々も精一杯働けるってわけだ。異謀に脅迫、名誉毀損、凶器準備集合罪。本当は殺しもだろう。フルコースだな。これだけやった主犯がこんなガキとは。しかも随分楽しそうだったな。え？図に乗るなよ。ここに名前を書け。お前名義の自白調書だ。無事に出られるなんて思うなよ。嫌ってほど分からせてやる。やったことには責任がつきまとうってことをな。失礼。この先は地検特捜部の新島です。検察、何の用です？いいから通して、緊急です。被疑者にどうしても確かめたいことが。新島さん、もうあんたに指揮権はないはずだ。それに新島さえ検事ですか。たった今お宅の部長さんから電話があった。さっさと済ませてくれ。正直迷惑なんだよ。やれやれ、待機を言い渡したはずだがな。責任者の私が尋問も許可されないんですか。そう言われちゃかなわんから電話をしてやった。自分で確かめるまで納得できません。これは私の仕事です。健闘を祈るよ。あまり期待はしてないがね。ああ検事さん、大事なことを言い忘れた。時間を切らせてもらうよ。長話は許可できない。あんたのためだよ。何しろ奴の手口は不明なんだ。会って話すだけでも安全とは言えない。わかりました。よくここまで来た、囚人。長く険しい改造を経たあなたは、今こそ真の現在へ。薬とやらの効果が間もなく切れるぞ。千載一遇の機会だ。起死回生の真実を今こそつかめ。あなたを亡き者にせんとする者の魔の手はすぐそこまで迫っています。この理不尽なゲームに勝ちたいのならば、奪われた未来を取り返したいのならば、仲間との絆を思い出し、起死回生の真実をつかむのだ。なるほど、それが
君がここに至った経緯の全てというわけね。正義のヒーローの顛末にしてはお粗末なものね。未だに信じられないけど、犯行の手口は大体わかった。聞き足りないことだらけだけど、私に許された時間はもうすぐ終わり。一つ提案があるの。取引しない？協力してくれたら休憩の軽減を考える。事件の責任者として私には解決する義務がある。必ず勝ちたいの。たとえ取引してでもね。そちらは作戦が筒抜けで、私の改心にも失敗。今さら意地を張っても得るものはないわ。君は国の秩序を回覧し、国家の存立に対する暴動を起こした。おそらく死刑または無期禁錮よ。取り事件の周辺や君の近くにいた人物をこれから読み上げるわ。怪盗団に関与しているか正直に答えて。まず転校初日から一緒にいた友人、坂本龍二、鴨志田事件の被害者高巻庵、斑目一流斎の弟子北川雄介、一色若葉の娘桜双葉、奥村フーズの社長令嬢奥村春、それと囚人学園高校の生徒会長、私をしきりに探ってきた新島誠、怪盗団事件の共犯者よね。賢明な判断ね。ありがとう。善処するわ。正直もっと骨のある人物かと思ったけど、世紀の大犯罪者って評判は買いかぶりね。なぜ驚いているんですか？どうやってここに入ったの？捜査責任者の私ですら部長の口利きでやっと指揮を取ったって意味では陣頭指揮の冴さんと同じじゃないですか。僕にだって取り調べの権利があって当然でしょ。じゃああなたが捜査の指揮を？なんて。僕のは公安の特別尋問のついでです。それにしてもこんな地下深く、他は誰も収監されていないんでしょ。多少荒っぽいこともバレませんね。あなた確か怪盗団以外に犯人がいる、そう言ってたわよね。あれは怪盗団をはめるための嘘ですが。ああすみません、冴さんも騙したんでした。敵を欺くにはまず味方からですよ。口を割らせたわ、仲間のこと。そうですか。僕も頑張らないとな。手土産なしじゃ帰れませんよ。それじゃ。バカな女。Thank you.
同行していただけませんか。殺人犯に丸腰なもので。あ、何を。君のおかげだよ。ありがとう。そう、僕らの計画に君たちは欠かせなかった。そしてこれで完成する。今頃分かったのか。これがくだらない正義の慣れの果てだ。公正は果たされなかったか。見込み違いだったようだ。この無能な囚人が。協力の甲斐もありませんでしたね。ゲームは終わりだ。間もなく破滅が訪れる。お前はその中で一生を食いるがいい。
よくここまで来た、囚人。長く険しい階層を経たあなたは、今こそ真の現在へ。薬とやらの効果が間もなく切れる千載一遇の機。あなたを亡き者、この理不尽なゲームにか、奪われた未来を取り返したいのならば、仲間との危機し解説。仲間は売らないってこと。なら質問を変えるわ。高校生だけであれほどの犯罪ができたとは思えない。仲間の他にも君をそそのかしたり手を貸した人間がいるんじゃないの？繰り返しになるけれど、休憩の軽減がなければ君は終わり。メンバー以外にもあなたに協力していた者がいるのよね。話してもらえるかしら。そう、メンバーも協力者も一切知らない。自分の立場が今どのくらいまずいか分かってるの？あと一人確認させて。明智五郎よ。彼が怪盗団と行動を共にしていたという報告もあるわ。まさか彼も君たちの仲間ってことなの？明智五郎は仲間ではなかったということね。いいでしょう。要するに私と取引する気はないってことね。この後に及んでまだ正義のヒーロー気取り。普通に考えて仲間は君をこのまま差し出して逃げおせるわよ。そんな連中をかばうの？なぜ仲間のことを喋らないの？ふざけないで。それを決めるのは君じゃない。なら聞かせて、君が言う正義って何なの？正しさにこだわる。それは私たちだって同じよ。どこまでも強気ね。証拠はないだろうって言いたいわけ？そうよ、ろくにないわ。こんなおとぎ話みたいな手口じゃねえ。でも人が大勢犠牲になってるの。真実を突き止めなきゃ。真実か、わからなくなってきたわ。君がおかしな話ばかりするから。この後に及んでまだ聞いてる？自白剤の副作用も切れる頃よ。そんな下手な芝居じゃ騙されないわ。気づいたか？パンケーキの話だよな。聞こえてなきゃあのリアクションはない。ねえ、聞こえてるのよね。ずいぶん意識がはっきりしてきたみたいね。けど残念、私に与えられている時間はもうない。なかなか面白い話だったけど、君とももう話せなくなるわ。え？一体何なの？ええ、そうよ、
結果はどうあれ、もう私の手柄にはならない。この尋問だって無理に頼んで入れてもらっているだけ。で、どうだった？調べてくれるって言ってたやつ。新島が言ってたんだよな。特別尋問室だったっけ？よし、ならそこにおびき寄せるで、いけそうな感じだな。ねえ、ねえ、聞いてる？もう時間なの。お話は終わり。さようなら。ここって、この尋問室のことをってこと？知ってるに決まってるじゃない。変なことを聞くのね。いいわ。だったら、私も最後に聞いてみたいことがある。どうしても気になっていることがあるの。私は捜査の陣頭指揮から外され、待機を命じられたの。しばらくして君の逮捕の連絡。奇妙な現象の中での現行犯逮捕。それしか聞かされていない。お前は売られたんだって、確かにそう言われたのよね。それが本当なら、誰に売られたの？何か心当たりはないの？我が輩の睨んだ通りだったな。にしてもあいつ、我が輩たちを売ろうって腹だったとは。そしたらあとは、うまく渡すだけだな。お前にかかってるぜ、リーダー。ならいい。スマホを怪しまれずに渡す。口で言うのは簡単なんだがな。最後の取引頼んだぜ、リーダー。どうしたの？もしかして心当たりがあるの？君を売ったやつ。何を？知ってることがあるなら話して。このままじゃ私の気が済まない。押収品？このスマホのこと？君のよね。相当複雑なロックがかかってると聞いてるわ。まあそれでも解除は時間の問題でしょうけど、このスマホが何なの？君がここで解除してデータを見せてくれるの？寝かしといてやろうぜ。例のアプリの用意で徹夜続きだったらしい。あとは奴にこのスマホをうまく見せることができればだな。マコトたちから聞いてるだろ？裏切り者の真犯人だよ。ちょっと、さっきから何を言おうとしているの？このスマホが何だっていうの？裏切り者？署内の尋問室で看守のピストルを奪い、獄中自殺でどうです？初日は公安直々の取り調べだそうで、あの特別号なら僕の仕事もたやすい。これで大勢を廃人化させた凶悪犯は自らの手で人生に幕を引く。お願いよ、はっきり言って、誰にこれを見せればいいの？仲間じゃない？彼にスマホを見せろってこと？信じる？何を企んでいるの？見当もつかないけれど。さすがに時間みたい。君と話せるのはここまでよ。私がこの事件に関われるのも
これで最後。いいわ、話を聞いたついでよ。最後まで付き合ってあげる。君のまっすぐなその目、私もそんな目をしていた頃があった。その目にかけることにする。見せるだけでいいのね。我は汝、汝は我、絆は反逆の翼となりて、魂今こそ汝、審判の究極なる秘王に目覚めたり。よし、よし。見せて何になるというの。明智くん、なんでここに。なぜ驚いているんですか。この下絵、どうやって許可を。捜査責任者の私ですら部長。指揮を取ったって意味では陣頭指揮のサエさんと同じじゃないですか。僕にだって取り調べの権利があって当然でしょ。あなたが捜査の指揮を。なんて、僕のは公安の特別尋問のついでです。それにしてもこんな地下深く、他は多少荒っぽいこともバレませんね。あなた確か怪盗団以外に犯人がいる、そう言ってたわよね。あれは怪盗団をはめるための嘘ですが。ああ、すみません、サエさんも騙したんでした。敵を欺くにはまず味方からですよ。あなただったのね、内通して怪盗団を撃ったのは。はっきり言って、誰にこれを見せればいいの。まさか彼にスマホを見せろってこと。何か問題でも。ねえ明智君、このスマホに見覚えは。ん、何ですか。この携帯は怪盗団のリーダーのもの、取り調べに必要でしょ。僕には必要ありません。怪盗団と行動を共にしていたんですから。そうね、あなたは訓講者だったわ。それじゃ。バカな女。同行していただけませんか。殺人犯に丸腰なもので。あ、何を。君のおかげだよ、ありがとう。そう、僕らの計画に君たちは欠かせなかった。そしてこれで完成する。大した人気者だったよ。だからこそ利用のしがいもあった。今頃分かったのか。これがくだらない正義の慣れの果てだ。
シドウさん、仕事終わりましたよ。名前を呼ぶなと言っているだろう。あとは残党か。子供の連続死はさすがに仲間割れに見せかけてとも思いましたが、騒ぎが大きくなるだけですし、ほとぼりが冷めた頃に一人ずつ不幸な事故に遭ってもらうのが最善かと。敵討ちなんてことは、所詮烏合の衆、復讐なんて気概あいつらにありませんよ。念のため監視をしておきますが。頼んだぞ。死の恐怖に怯えて暮らしてもらいましょう。僕たちの邪魔をした罰だ。おかしな猫も見つけ次第殺せ。わかりました。所詮猫ですし心配ないとは思いますがね。それよりもそろそろ自殺の処理が始まっている頃でしょう。発表されれば忙しくなりますよ。コメントを用意しないと。こちらも対応の準備をせねばな。あとあの特捜部長どうするかね。近いうち病死でもするんじゃないですか。私まで死んだ。これを見せろって一体何だったの。怪盗アリババ誰。私はアリババ正義の怪盗の一員である。新島さえ、お前の正義を問う。これを私が持ってるって。明智五郎は悪党である。奴が来たのは尋問のためではない。捕らわれた怪盗を殺すためだ。署内の尋問室で看守のピストルを奪い獄中自殺でどうです。ええ、監視にはこちらの手のものを。漏洩防止のため消えてもらいますが。監視に出会っても信用するな。そいつもグルだ。では詳しい手順を教えてやる。お前が救え。私が彼を救う。何か？いえ。それより何の用です？もう用事は。誰かここへ来た。誰も来なかったのね。来るはずないじゃないですか。監視はこちらの手のもの。本当なのね。本当ですって。どうされました？明智君だけど急に呼び出されて来られなくなったの。は？私が代わりに始末を頼まれた。え、賢治さんがですか？でもあなたここに残ったら証拠隠滅で消されかねないわよ。命が惜しかったらすぐ身を隠して。はい。ここでの私とのやり取りは他言無用よ。誰も信用しないで全て忘れなさい。お伝えしておりますように、本日午前捜査本部は会見を開き、怪盗団を名乗るグループの主犯格とみられる容疑者を拘束したと発表しました。
容疑者は未成年の少年という。あんちゃん、目線もらっていいかな。すいません。ん？あれ捕まっちゃったの？面白かったのにね。次のカットだけど、アイドルのお忍びデートって手はどう？あんちゃん。驚きましたね。これほどの事件の犯人が未成年とは。でも未成年の身柄確保を早々に発表したというのは警察側の自信も。あれ？もしかして。あら、リュウジ君じゃない？久しぶりね。え、心配してたのよ。急に来なくなるから。もう高2よね。練習は続けてるんでしょ？あなたの走りもう一度見たいわ。なお、少年は黙秘を続けており、自分以外の関与も認めていないとのことです。ですが、これまでの数々の容疑からどうしちゃったんだろうね。ね、珍しくかけてないな。調子出ない？いや、注意したんじゃない。君なら普通にしていれば将来の心配はないさ。普通にね。高校生となると連絡なんかはどうやっていたんでしょうかね。今は日本でも場合によっては通信傍受ができるんで網にかかるかもしれないですね。ただここ最近怪盗団に狙われた人物は次々と意識不明になるなど実害も被っています。暴力を振るったわけではないようで、これも手口に謎が多いですが、警察は殺人未遂で立件したい考えのようですね。意外だな、君が進路表まだとは。なくしたかと思って探したよ。すみません。ま、成績優秀で生徒会長だしな、どこ希望したって十分入れるだろう。例の回答も君を見習えばよかったのにな。捕まったの高校生なんだって？回答なんてどこで道踏み外したのかね。少年は過去に傷害事件を起こして保護観察中だったという情報も入ってきています。故郷に住めなくなってという事情かもしれませんね。動機と関係するかもしれません。これでお父さんも少しは報われるね。結局あんな連中に何も変えられやしない。世の中を動かすには相応の資格が必要だよ。最近帰りが遅いんだって？良くないな。遊ぶ相手ならここにいるだろ。今入ったニュースです。容疑者の少年が拘置所内で自殺を図り、死亡が確認されたとの情報が入ってきました。繰り返します。容疑者の少年が拘置所内で自殺です。新たな情報が入り次第詳しくお伝えしますが、容疑者死亡です。これは手口の解明が厳しくなりますね。よほど強い動機があったということですかね。嘘。これは、なバカな、なんてな。お前は殺されてしまったようだ。なぜ殺されたのか、なぜ死なねばならなかったのか、思い出したかね。お前は朦朧とする意識の中で大事な事実を忘れていたようだ。そう、お前は破滅から逃れるため死ぬ必要があった。とんでもないことを考えたものだな。そのようなことをどうやって成し得たのか。さて、欠けていた記憶を呼び起こしてもらおうか。行くぞ。
気づいたか？パンケーキの話だよな。聞こえてなきゃあのリアクションはない。我が輩もそう思う。社会科見学の時だ。テレビ局の廊下で会った。あいつが我が輩の声を聞いたの初めてのわけがないんだ。怪しいだろこれ。ああ疑うなって方が無理だぜ。よしすぐみんなに知らせよう。ちょっと調べてほしいんだよ。もう一人気になるやつがいてな。携帯で話してる時の内容をできたら盗聴してほしいんだ。それは難しい。そう、どうしてもだ。そいつの携帯に盗聴器を仕掛けでもしないと。お前でも無理か。無理なんて言ってない。ふん、決めた。この作戦だ。上出来だぜ。どんなってすげえ手だよ。楽しみだな。早くやりてなるほど、ここを使って。一か八かだけど。いけんじゃない。全然わかんないし。やっと思い出したようだ。まだゲームは終わっていない。お前にはまだすべきことがある。聞こえてる？このピンチを逆転するために今は話し合っておこうぜ。双葉が携帯電話を傍受してくれた通りよ。やっぱり明智には裏があった。裏なんて次元じゃねえだろ。
私たちをはめようとしてたどころか、あいつこそ廃人化の実行犯。教頭の申し出は罪を全て怪盗団に着せた上で彼を殺す計画だった。提案通りにお姉ちゃんのパレスへ行ったら怪盗団は警官隊の待ち伏せを受けるわ。これほどとはな。初めて本物の寒気というやつを味わった気がする。しかも逮捕のためにパレスへ現実の警官隊を。私たち8人が一度に入れるんだもの。整列させれば大人数でも連れ込めるはず。いえ、車や特殊装備だって持ち込むかもしれない。罪を着せる件、やっぱり本当にずっと前から仕組まれてたんだね。嘘のメジエドを潰させて調子に乗らせたところで奥村社長を狙わせて、改心と同時に命を。何が犯人を見たよ、自分じゃない。しかも殺人鬼の分際で誠の姉ちゃんの隣でのうのうと探偵の芝居してやがったってことだろなあ。やっぱ明智の野郎締め上げようぜ。傍受した音声、あれ証拠だろ。いいえ、それじゃダメ。明智はあくまで実行犯よ。某警察署内の容疑者を殺すなんてっていう段取りがつけられるようなとんでもない黒幕がね。そいつを突き止めて潰さない限り、明智の何を暴いても狙われ続けるか。明智に言わせるしかないだろうが、締め上げて言わせたのでは通報されて同じ状況になるな。というか締め上げなくても同じよ。黒幕が私たちを今すぐ殺さないのは罪を着せる利用価値があるからってだけ。それが無理そうって見切られたらすぐ始末に動くかもしれない。くせ、じゃあ少なくとも共闘する提案は受けるしかねえってことかよ。でも言われた通りパレス行ったらリーダーは逮捕されて獄中で明智に。パレス、パレスか。あのね、実はみんなに話したいことが。そうか、パレスにはパレスだ。何急に。一つだけ、明智をやり過ごせて黒幕にも狙われなくなってそいつの正体まで突き止める方法。本当？マジかよ。殺したいなら殺させればいいんじゃね。ただしパレスの中の、パレスの中の認知上の彼を狙わせて殺したと思い込ませるでしょ。それやっぱりそれしかないみたいね。みんな聞いて、実は作戦の提案があるの。少年リーダーが死亡して以来、怪盗団は完全に沈黙しています。警察庁は事件の全容解明に向けて引き続き捜査をするとしています。遅くなりました。仕事が片付かなくて。子供たちは上で待ってるぜ。降りてくるように伝えといてくれ。連れてくるからよ。
お姉さんですよね。誠から話は聞いてる。双葉ちゃん、夏は迷惑かけてごめんなさい。終わったことだ。つかあのクソ探偵連れてきたぞ。こんにゃろ。元気だった？そんな冗談言えるなら元気だね。顔を見るとやっぱ安心するね。明智のアホ、騙されてることにまだ気づいてねえだろ。それにしてもどうやったんだ？死んだことになってるだろ。何も知らないんですか？お姉ちゃんが彼をここに連れてきたと聞いてますけど。いきなりタクシーでこいつを連れてきてかくまってって言われただけだよ。こっちは死にましたって発表を見た後だぜ。目が一刻を争う状況でしたから。マスターには教えとくべきじゃね、今回のこと。怪盗団のリーダーは死んだと敵に思い込ませる作戦です。はあ？敵に異世界にいる偽物を殺させたんですよ。ちょっと待てって。敵だの偽物だのさっきから何言ってる？俺たちをはめた真犯人がいる。そいつの正体をつかむためです。真犯人？そうか、お前ら誰かとやり合ってたってことか。明智五郎ですよ。彼が裏切り者だということは事前に分かっていたのね。反撃のきっかけをくれたのはあいつ自身。あいつ致命的なミスをしたんです。なら真犯人は明智って初めからはっきり言えばよかったじゃないの。その話は出せなかったの。お姉ちゃんに明智を警戒させるわけにはいかなかった。それにお姉ちゃんも取り調べ官も絶対信じなかったでしょ。そうね、確かに明智は怪盗団逮捕の功労者。私も誰も信じなかったでしょうね。つまりわざと明智を泳がせていたってわけね。恐れ入るわ。ダメだ、俺の理解が追いつかねえ。さっき言った明智のミスってのは何やらかしたんだよ。出現したんですよ、モルガナの声について。うちの猫を？モルガナ喋れるんです。あ、悪い、笑うところか。ああ、ごめんなさい、本当に本当なんです。恐れ入ったか。まさか今のも何か喋ったってことなの？でも聞き取れなかったでしょ。初めはみんなそうなんです。異世界のモナは普通に喋る。それを実際に聞いて、あ、モナ喋れんだって頭が理解すると、囲碁は現実でも聞き取れる。認知の変かな、多分な。明智のやつ下手な演技するからバレちゃうんだよね。明智、学園祭で会った時モナが喋るのを初めて知った風だったけど、でもずっと前にそれっぽいとこ俺ら見てたんだよね。我が輩、あそこがいいぜ。来るとき見えたでかいパンケーキみたいな場所。あれ違ったかな、美味しそうなパンケーキとか聞こえたから。あの時パンケーキって言ったのモナだけだったんだ。
ってことは明智はあの段階でもう異世界に行ってやがったってことだ。そんな嘘ついてたってことは裏があって接触してきたんじゃないかって。思い返しておかしいって思ったんだ。あいつ素のリアクションだったしな。ただその偶然を見逃すほど我が輩たちは甘くなかったってことだ。そこで双葉ちゃんに盗聴を頼んだんです。携帯を見せてもらうふりしてアプリ埋め込んでやった。ドキドキだったけどね。しかしあの一瞬で仕込まれるとはさすがの名探偵も想像しなかっただろう。あの時は双葉の変人キャラがうまく生きたな。演技だあれで、何日か粘って裏切り確定したのがこれ。じゃあ僕が警察をパレスに手引きし怪盗団を現行犯逮捕させます。あんな手口じゃ現行犯以外は無理でしょう。捕まえたらあとは僕が始末しますよ。そうですね、署内の尋問室で看守のピストルを奪い獄中自殺でどうです。初日は公安直々の取り調べだそうで。マジかよ。ええ、看守にはこちらの手のものを漏洩防止のため消えてもらいますが。しかも初めから一緒に始末するつもりだった。では逮捕翌日には手配を。これで大勢を廃人化させた凶悪犯は自らの手で人生に幕を引く。そして悪を葬ったあなたは英雄となる。もちろん僕もね。様子がおかしいとは思っていたけど、まさかここまでとはね。正義の名探偵どころか廃人化犯罪の実行犯。さらに明智の背後には何者かがいる。相手は署内での暗殺を指示できるような強い権力を持った者だから、先手を打たれる前にこっちから仕掛けたんです。なるほどな。明智をお姉ちゃんの認知世界におびき寄せ、偽物を殺させて死んだと錯覚させる。そこ詳しく教えてもらってもいい？私の中で一体何が起きてたの？無断で利用してすみません。騙し返すための条件がいろいろ揃っていたので。条件？まず認知世界の中に現実そっくりの場所が存在すること。あの世界は現実が元になってっから、歪んでないとこは現実まんまなんだよ。だからそんな場所で入り込むとナビを起動した本人以外は気づけないんです。鴨志田の時駅から気づかないで入っちまったし。とにかく歪みがねえとこだとぶっちゃけ見分けつかねえ。誠から作戦の提案を受けた時にはすでに単独で新島さんの異世界を調査済みだった。あの提案には恐れ入ったぜ。ぶっちゃけ理解できなくて乗っかるしかなかったけどな。あ、さすが作戦参謀だ。普段冷静なくせに思いついたら直情的なんだよ、誠は。明智への対抗意識もあったんだけど、何よりお姉ちゃんがターゲットになったことでいても立ってもいられなかった。私が怪盗団に加入したわけはお姉ちゃんの心を治すためだったから。手柄のことばかり考えて必死だった。そうね、どうか分かってあげられなくてごめん。それはお互い様。新島さんが取り調べをすることはまこちゃんから聞いてました。
尋問の場所は私のノートから抜いたデータを見たってとこかしら。ごめんなさい。続けて。異世界を調べて確認したことは2つ。警察ビル内の尋問室周辺で敵との遭遇や怪盗服への変身は起きないこと、もう一つは風景や細部が本当に本物同然だということ。誠からそれを聞いた後、明智にバレないようにこっそり下見と実験に行きました。それからもう一つ絶対に必要だったのは、異世界の尋問室に認知存在の彼が現れること。それも本人と見間違うほどの。当然捕まっていない状態では尋問室にはいませんでした。でもカジノの客や警察官を見て大丈夫だと確信した。どこをどう見ても実物の人間にしか見えなかったから。そっから先は明智を騙しながらのパレス攻略。お姉ちゃんのシャドウを倒すところまでは予定通り。けど予想外の警察の待ち伏せにあって私たちは動転、肝心のお宝を持ち去れなくなってしまった。というのはお芝居、事前に空のアタッシュを仕込んでお宝を持ち去る演技をした。警察が来るのは知っていたから。警察が確実に待ち伏せしてくれるように手を打っておいたんだよね。であいつ予想通り食いついたってわけ。警察に捕らえられるところまでは予定通り進んだ。私は何も知らずに尋問をしていたと。でもどうやって明智を認知世界の尋問室に誘導したっていうの？座標を取ればやれる。ヒヒヒ。明智はパレスで偽物を始末していい気になって帰っていった。現実の尋問室にいたリーダーからすれば分番者だろう。誰も来ない、何も起きない静かな部屋でふんぞり返っていただけなんだからな。そのために私に携帯を。君の言葉に動かされるまま受け取ったけど、この目で見られなくて残念だったよ。私だって急にスマホに届いたメッセージを飲み込むだけで精一杯だったわよ。参ったわね。じゃあつまり私も一瞬異世界にいたってことなのね。短時間ならパレスに本人が入っても危険は少ない。過去の携帯電話を託したもう一つの理由がそれです。アリババからのメッセージに従って監視を騙して彼の脱出を手伝ってもらうこと。尋問室へ引き返させれば新島さんを異世界から返すのも同時に叶うし。つうか慌てて戻られて暗殺帰りの明智と鉢合わせないように結構言い方考えたんだぜ。呆れた。私の中で大作戦が決行されてるなんて。尋問中にお姉さんを説得する件、明智の手は分かっててもそこだけはずっと不安だったから。そうね。どういうこと？お姉ちゃんを味方につけなければ双葉の計画もその後の脱出も叶いません。その説得こそ最大の勝負どころでした。お姉ちゃんと事前の話し合いなんて不可能。尋問中の一発勝負、一か八かの賭けです。でもあの限られた時間の中でよく私を落としたわよね。
してもよくあんな状況で。真犯人の計画を伝えられさえすればお姉ちゃんは気づくと思ったの。怪盗団のリーダーは真実を言っていて、追うべき悪は他にいるって。結果見事に勝利を得た。私に秘密にしていたのは真犯人の尻尾をつかむためなのよね。そう。それに当時のお姉ちゃんは暴走してたし。乾杯だわ。グーの音も出ない。明智に偽物を殺させたのはまあ分かったが、遺体はどうしたんだよ。警察は遺体をろくに確認しなかったんです。はあ？射殺された遺体が自殺に偽装できるよう検視官の協力者がいました。検視官はろくに自殺現場も確認せず、偽造書類が素通り。そこまで悪党の手が入ってんのか。出なければ署内で射殺なんて無謀ですよ。協力者の存在も盗聴で予想がついてました。私は双葉ちゃんのメッセージと看守の挙動で理解した。何も知らない警察上層部は蜂の巣をつついたような大騒ぎ。結果明智の計画通りに獄中自殺だと報道された。その騒動の裏をついて彼は新島さんの力を借りて脱出したんです。モルグに遺体がないことへの偽装工作も成功して、未だに生存がバレてない。尋問中の拷問もひどすぎる。平然と暴力や薬まで使うなんて異常よ。もし意識を失って携帯の件を言えなければ殺されてた。本当よく無事で帰ってきてくれた。私も加害者になるところだったのね。でも自殺報道を見た時はさすがに焦ったよ。彼が尋問を受けてる間、疑われないように普通の生活を心がけてました。といっても内心ずっとドキドキで。ま、俺はあの瞬間成功したと確信したけどな。俺もそう信じたかったが、ことがことだけにな。リュウジは能天気で鈍感だからな。猫は黙ってろ。ほとぼりが冷めるまで来るの我慢してたけど、本当ホッとした。生きてると分かってても生身を見るまでは安心できないもんだな。今思えば私が尋問を許されたことなんて陣頭指揮官に対する形式だったのね。死ぬ予定の相手を尋問してたなんてひどい茶番。いいわ、私は今後もあなたたちに最大限の協力をする。助けてもらったしね。心強いです。俺も精一杯協力するからな。何でも言ってくれ。さてちょっと休憩しようぜ。おっさん頭が疲れちまったよ。ああそれとこれからは集まって話したいときは一回も好きに使っていいぞ。安心できるアジトがいるだろ。言ってくれれば早じまいにしてやるよ。そんな、いいんですか？迂闊に外へ出らんねえやつもいるんだ。下で誰が聞いてるかもわからん状態じゃ相談もはかどらねえ。もともとそのぐらいで温存するほどにぎわってねえしな。お言葉に甘えさせてもらおう。やはり大した母人だ。どこかで聞いたような。明智です。入れ。主犯格の死亡診断書ですね。何か問題でも？いや、何でもない。それより検察の件、ご苦労だったな。
特捜部長は脳梗塞による病死で確定してます。あいつには捏造絡みでかなり動いてもらった。しっかり弔ってやらんとな。僕が怪盗の尋問室に入れたのもあの人のおかげですから。検察も彼の死で混乱しているようだ。後任は選挙を終えてからゆっくり選ぶさ。それにしても怪盗様々ですよ。おかげで僕は英雄だ。邪魔者はいなくなった。選挙の勝利も間違いない。続きまして、衆議院解散総選挙の話題です。公示日を前にして早くも場外戦がスタートしました。公示は今月23日、投票は来月の18日に行われ、即日開票されます。選挙ね、俺ら投票できねえし関係ねえけど、そろそろ再開しましょう。怪盗団も再集結したし、いよいよ反撃だな。その黒幕は分かったのか。明智のやつ、殺した後に安心してポロリしたんだ。指導さんって。指導ってどっかで聞いたことあんだよな。警察の内部に通じてるなんて相当な権力者なのは間違いない。指導、指導正義か。それ誰だっけ。確か政治家の、ほら、リュウジが演説うるさいって言ってた。マジ？指導が黒幕？ありえるわね。え？証拠でもあるんですか？物証はないわ。ただいろいろな条件に合致する。まず、精神暴走事件や官僚の不祥事で現政権がダメージを受ければ得をする。怪盗団に対しても批判的な態度を貫いて、選挙を目前に大衆から絶大な人気を得たしね。しかもこの選挙後で勝てば、多分総理になることが確実。そんな。選挙を狙いすまして俺らをはめたのか。もし本当に黒幕なら、清廉なパブリックイメージとは正反対ね。今の地位や人気は廃人化の恩恵に過ぎないってことね。絶対に改心させる。お母さん。指導か。どうしました。あいつが関わっている気配は薄々感じちゃいた。前の仕事のつてでな。若葉の研究を潰して資料を押収したのは多分指導だ。いや、そもそも若葉が死んだのからして指導が絡んでいる。けど俺は何もできなかった。双葉を守ることを選んで身を隠した。それ早く言えよ。言ったらお前ら絶対に向かって行っただろう。返り討ちに会うに決まってる。邪魔者は殺して当たり前。そんな奴だ。廃人化はもともと私が追ってた事件なの。精神暴走に関連する政府の研究を偶然見つけてしまったの。研究データの所在を追って関係者を当たっていた頃もあったわ。マスターもその一人。廃人化と精神暴走、それに指導、全てが関係していたなんて思いもよらなかった。指導は昔から総理になると周りに言っていた。ほら吹きだと誰も信じなかったもんだが。このまま指導が総理になったら、この国も世界もどうなっちゃうの。それ以前の問題だ。信念もない自分勝手で欲にまみれた大人が大衆の頂点に立とうとしている。そんな腐ったやつ。ば、ああ、いつも通りにな。早速ナビで確認しましょう。総理候補、指導正義っと。
てまああって当然か。場所はどこだ。政治家ってどんな頭してんの。裏金とか腹黒とか。そっあいつら普段どこで何してんだ。パレスは政治家の集まる場所でしょねえ。反応した。国会が居城など傲慢にも程がある。次のターゲットは大物政治家の指導正義。もちろんそうだろ。手下より元を叩かねえと。反対のやついねえよな。もちろん相手にとって不足はない。みんなで勝とう。敵討ちだ。満場一致だな。あとは議事堂を何だと思ってるか。あのアプリなのね。私を異世界に入れたのは。おっさんには分かんねえな。選挙前日には片付け終えるべきね。総選挙は12月18日だから17日。遺体処理の偽装がバレる前に急いだ方がいい。じゃあ早速明日から。放課後議事堂に集合で。つか学校どうすんだ。死んでたら顔出せなくね。川上先生は実家の都合でしばらく帰省中って言ってたけど。学校にはそう届けてやる。じゃあ生きてんのバレんなよ。この作戦が無意味になっちまう。どういうことだ。今回の作戦には明智の手から逃れる以外にもう一つ狙いがあるんです。指導は怪盗団に罪をなすりつけて大衆を騙そうとしました。たくさんの人生を狂わせたり学生の明智五郎に暗殺の手伝いまでさせた。そんな大悪党改心だけじゃ生ぬるいです。警察が怪盗団のリーダーは獄中自殺って発表したのを利用するんです。死んだはずのリーダーが派手に名乗り出るんですよ。自分は脱獄した、自殺なんかしていない、むしろ悪党に殺されかけたって。関係者みんな大慌てだ。お前らそこまで考えてやったってのか。俺ら頭脳派っすから。だから実際に捕まって死んでみせるなんて危険なトリックが必要だったのね。とんでもない子供たちね。でも本当の本番はここから。まだ第一ラウンドを取っただけ。気は抜けない。ああ打ち上げるような空気じゃねえのは分かってんぜ。俺たちを罠にはめて殺そうとするような非道で計算高い連中だ。気を引き締めていかないとな。ようやくここまで来た。お前と出会ってもう2年半になるか。当時あなたは官僚機構に対抗できる若手だと注目されてましたね。おかげで出る杭を打とうとする輩にスキャンダルを狙われた。腐った老害どもの罠にはまるとはな。その時だったな。特別な力があるとお前が売り込んできたのは。例の認知の研究を偶然かじっていなければ頭がおかしいと突っぱねていたところだ。僕はトラブル相手を暴走させてスキャンダルをなかったことにした。まさか他人の心を暴走でも廃人化でも好きにできるとはな。
そんなお前が今後も支援すると言ってきた時は何が狙いかと勘ぐったものだ。志の高い思想に共鳴したからですよ。国の将来のためにもあなたの理想を成し遂げなければいけないと思って。まあ信じたからこそあの研究を強引に引き上げました。力はお前だけが使えればいい。解明されては厄介だからな。一色若葉でしたっけ、あの研究者。素直に従えば死ぬことはなかったのに。どんな小さな懸念も根元から立つべきだ。不審、何しろこちらには現役の地検特捜部長が味方してくれていたしな。呆れますよね、出世を狙って特捜部長自ら証拠書類の捏造を繰り返していたなんて。言われた時驚いてましたね、あの人誰が漏らしたなんて。まあこっちはシャドウから聞き出したわけだから、強いて言えば漏らしたのはあの人自身かな。すでにこの国の情勢は行き詰まっている。政界には既得権益の中毒になった老人どもが未だ牙城を守ろうとのさばっている。大衆はそんな政治を見限ってもはや関わろうとすらしなくなった。同感ですね。無能な奴らと一緒に滅びてやることはない。私が国家を復活へと導く。理想の達成には時に邪魔者の排除もやむなし。それが異世界の正しい使い方というものだ。とはいえ性的の死亡やスキャンダルが不審に続くと目立ちますよね。だから不審じゃなくしてやる。僕が暴走させたターゲットを僕自身が告発して華麗に解決する。あなた、カリスマ名探偵の誕生だ。おかげで私は清廉潔白なイメージをたやすく守って大衆の人気を独り占めにできる。民意さえ得てしまえばあとは勝手に各界から協力者がすり寄ってくる。警察だって例外じゃない。もともとこちらは検察の幹部を抑えているんだ。怪盗団が出てきた時は少し厄介なことになるかと思いましたけどね。調べてみればただのガキどもだ。全部の罪をなすりつけてしまえばいい。あなたからそのアイディアを聞いた時かなわないなって思いましたよ。怪盗人気の盛り上がりは少し予想を超えていたが、その分裏返った時の悪印象も強くなった。おかげで私はただ連中を叩いているだけで常に支持が集まってくる。折しも現政権は不祥事続きで完全に死にたい。当然だ。もっついには与党内までも分裂。そして狙い通りの解散だ。いよいよだ。もうすぐ潮の椅子に手が届く。だが就任がゴールではない。ここからが本当のスタートだ。人任せで利己的な愚民のためにこの国を富国にしてやること。つまり世界と渡り合える強い国の創設ですね。皆私の思想に共鳴してついてきている。そのためには少しばかりの犠牲は仕方あるまい。それが選ばれし者である私の使命だ。しかしここまで順調に来られたのもお前の力が大きい。私が総理になった暁にはどんな願いでも叶えてやる。今回の一件で僕の名は全国、いや世界にまで轟きました。人心を操る怪人に法の力と頭脳で打ち勝ったヒーローとしてきっと語り継がれるでしょう。あとは出しゃばらず学業に励みますよ。お前くらいの年じゃそう生臭いことも思いつかんか。将来のことは考え。まあなんだ。さてと。
修学旅行の時お前のスマホ乗っとったろ。あれ前にさ、明智のスマホにも盗聴のためにアプリ突っ込んだじゃん。つまり2つのスマホの GPS 情報が丸見えだったわけ。するお前のスマホを持った新島さえが明智と出くわした瞬間が外からでもわかんのさ。だから私が今だポチって信号を送って異世界ナビ発動させたわけ。ただ話もせずに一瞬ですれ違う可能性もゼロじゃなかった。そうならないように新島さえにはスマホを見せろっていう必要があったわけ。何度聞いても驚きだぜ。つっても異世界ナビは謎アプリだから直アクセスして起動さすのは無理だけどさ。あれブックマーク機能あるじゃん。ブックマークボタンを押すっていう操作を起動するだけなら全然やれたってわけ。どうよ。それでだ。まあ、なんだ。私まあ命がけで注射とかされちゃって少し長くなるけど、私捕まらなかった私らの一番の仕事はリーダーの逮捕は計画づくじゃない。獄中自殺のニュースには本気で驚いた。そういう何も知らないふりを20敵はこっちが誰だか知ってんだ。学校だろうが無人の夜道だろうが気は街角のほんの小さなカメラ一つに油断して、もし気づかれたらお前が殺されちゃうし。もっと聞くか。苦労といや、紗江と明智をうまく現実世界へ返す方法も、異世界ナビなしで現実へ帰るには入った地点へもう一度戻るしかない。つまり紗江と明智にはナビの起動地点、出会った地点をもう一度ずつ通らせる必要がある。明智に関しては暗殺の後で同じ道を戻るからほっといてもクリアだが、問題は新島紗江だ。紗江の方は立ち止まらせて引き返させる必要がある。でも紗江はパレスの中だ。スマホには何も、あたかもたった今届いた風に自動でメッセージが出るようにな。土壇場でやったから徹夜になったぜ。ギュホー、なんか乗ってきたぞ。さらに聞くか。他にくっそうだ。あー、もちろん本物の明智じゃない。それじゃ成功しても計画おじゃんだからな。踏んじばったのは新島さえの認知上の明智だ。この話結構ややこしいぞ。今回の計画は要は明智を新島さえのパレス、けど明智がパレスに入んのは新島さえが明智の姿を、だから明智がパレスに入ったらその場に認知上の明智がいて鉢合わせるかもしれない。そうなったらパレスに誘い込んだことが一発で明智にもろバレだ。実はこれ暗殺の前の晩まで誰も可能性に気がつかなくてさ、夜中に誠が気がついてそっからはもう大騒ぎ。結局何人かでパレスの警察に忍び込んで直接踏んじばった。紗江はスマホを見せろと言われてるから明智に出会った時少しは話し込むはず。だから認知上の明智が現れてもナビを起動させるまでに何分かは猶予があるはず。その間に踏んじばれって作戦だ。いやあんま、幸い新島さえは明智の本性を知らない。パレスに現れるのはただの高校生の明智だ。数で囲めば当て身を入れて別のフロアへ放り出すくらいわけなかった。つうか誠パイセンの手際がマジすごかったわ。さすが武器がナックルなだけあるわ。まあ
そんなこともあったりしたわけだ。なんつうか、みんなのこともねぎらってやれな。へえ、得意分野だとなんか早口になるわ。長話ごめんな。今夜はもう全部忘れて休むといい。本当にお疲れ様。それでだ。まあなんだ、それでだ。まあなんだ。